皆さんこんにちは、中里依紗です。今日は私たちはどこにいると思いますか、トカヤ君？ユニバーサルスタジオのハリウッド。ハリウッド、そうです。今日私たちは VIP をパスを取っておるのでですね、皆さん見てください、こちらの違う入り口の方からですね入るんでございます。やっぱり中里依紗先生、ここまで上り詰めましたよ。この招き猫パワーじゃないですかみたいな感じでですね、よろしくお願いします。レッツゴー。ピンポパス、ドムみたいな人が来たけど、よかったね、ドムみたいな人じゃなくてドムだよすごいね、すごいね。 VIP を案内してくれる人がかわいい。日本でまず VIP やったことなくて、今日初めてなんだけど、すごいね。すっごいお兄さんがさ、ニコ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 案内してくれるんだけど、別のなんかファミリーと一緒なわけ。5人ぐらいのアダムスファミリーみたいな人たちと一緒なんだけどさ待って、そういうこと言ってたらさ、なに、なにこの人、犬、なんでこの子どんどん進んでっちゃうんだからさ、やばい、今から乗ります。ペット、あ、ああ、オッケーオッケー。なんか英語全然わかんないんだけど、お兄さん曰く今からトカエ君が一番楽しみにしてたスタジオツアー、ハリウッドにしかないスタジオ見学ができるバスツアーみたいなのがあって、あわよくばハリウッドスターに会えるかもみたいな、撮影してるところ通れるかもみたいな感じのやつなの。やばくない、レイちゃん？トカエ君が一番楽しみにしてたの、もうドミニク・トレッドに会えるかもしれねえみたいな。てかね、今回のね一番のやらなきゃいけないこと、お母さんとしての私奮発しました。来た、スタジオツアーが来た、ほら見て、やばい、超眺めいいね、楽しみ、楽しみ、楽しみだね、やったね、うん、そういうことです。すみません、そういうことなんです。ついに私の時代、スタジオなの、本当にここ撮影してる。ついにハリウッドセレブの予習をする機会がやってまいりました。ご覧ください、こちらは撮影のセットでございます。バイオハザード、すごいじゃん、超セット、やばいって、これで撮影するんだよ、すごい。レディーガガの PV、ここで、あれタイトル忘れたけど、こういうやつ。ってやつ。分かったでしょ、多分さ、あのお兄さんさ、私多分一番レディーガガ好きそうだから言ってくれたよね、絶対言ってくれたよね一目散にはいってこうやって手挙げてさ、で一人でノリノリでさやってさ、あのアダムスファミリーは全然なんかのノーリアクションだったからさすいません、ちょっとファミリーはそのままなんですね、業界人しか知らないと思うんですけど、ここに立ってくださいっていう、こっち向きでみたいな感じで、ちょっとそのままなんです。名前とか書いてない、書いてない誰のファミリー、ジョニーデップのファミリー、何、誰、こうやって立つ、こういう T 字、こういうことで、あのお芝居をするんですよね、あのそう、しゃべるの、こうやって立てみたいなこと、ファミリー撮って、助監督これ怒られるよ。私のロケ車に帰ってきた、ロケ車に、やばいじゃん、すごいね、すごいじゃん、ねえ、やった、すごいすごい、すごい、雨降らししてる、雨降らし、すごい、水道代いくら、ワイルドスピードじゃん、ついに、よかったね、
さかのなんか下車しろっつってジョーズのとこで降りたんだけどさ、もういるかもよ、いるかもよ、すごい、ここ普通降りれないからね。え、リップだけでしょ。リップだけ、すごいよ。あの男の子さ、ドルのさ、バケハかぶってんだけどさ、ドル札のあれ欲しいんだけどVIP アピールかな。スタジオツアーが終わりまして、ついに私、マミーに乗ります。嬉しい、すぐ乗れちゃうよ。うちの VIP 本当すごいね。もうドケドケって感じだね、うん、見て、すごい揺れちゃってる。あ、出た出た、トカエ君の怖いタイム、やばい。ザ・マミー超やばかった。次はこちらでございます。完全防備でジュラシックパークに乗ります。レディゴって席に通されたんだけど、ビップしかいない。しかも食べ放題みたい。ねえ、今トイレに来たんだけど、部屋みたいになってる。ホテルじゃん。もうマジでこれ本物の VIP だね。Hey. Oh, now you're from where? Japan. Ah, konnichiwa. Konnichiwa. You having a good time? Yeah. すごい。食べ放題。すごい、いっぱい食べ放題。え、ただだからいっぱい食べよう。お友達。VIP。うまっ。お肉おいしい。すごい、その肉おいしそうじゃん。めっちゃさ、量あるよね。めっちゃある。選び放題。太っ腹だよね。太っ腹。ホテルの朝食ぐらいない。いや、本当よ。最高。これもついてあの値段ってやばくない？うん。だって食べ放題なんだよ。飲み放題、食べ放題。普通においしい。うまい。いただきます。うん、見事取った。取ってない。うまいよ。一口ちょうだい。うまっ。え、リゾットうまっ。うまっ。ご飯どうでした？美味しかった。美味しかったですか？今何乗ってるんですか？バス。かっこいい。ヒゲヒゲカップル。飛ばせ飛ばせ。You got over there. Let's bring it up a notch. Give it louder. Give me three. Ah, ただいま。急に現実。ちょっとユニバーサルスタジオハリウッド VIP ツアー、皆さんいかがでしたか？最高。最高ですか？最高。VIP なんで、これが目に入らぬかみたいな感じのね、もうこれもうすごかったよね、このバス。やば。トカエ君はいかがでしたか？楽しかった。楽しかったですか？また行きたいですか？うん。はい、ということでですね、私がですね、ユニバーサルに行ったら絶対絶対買うこちらのブードゥードーナツって言って、これポートランド初のドーナツ屋さんが超美味しいし超映えだから皆様にご紹介したいと思います。ブードゥードーナツ開封。見て、キャー！あそこさん見てください、やばくないですか？超ベーコン乗ってる、ベーコン乗ってる。やばい。でも私ね、こういうなんか映えみたいな感じのやつより一番スタンダードの、ごめんなさい、シナモンが大好きなんです。レイちゃんはチョコレート。チョコレートですよね。ナスちゃんは私そのね、ピンクキラキラ、これ、これ、うん、なんかね、一番ナスちゃんが結構ね、食い物も映えだよね。
今日のさ朝もなんかこんなの食ってたよね。じゃこんなの食ってた後に雑煮食ってたからなんかねやばいからね。ナスちゃん結構胃袋知ったお化け級だよね。お化けお化け、うん、みんなちょっと食べて。ギャルギャルじゃん。うわうまそう。このさベーコンが乗ってるのも美味しそうだよね。それ絶対美味しい。私の一番推しのこのシナモンからいただきたいと思います。結構ケーキみたい。ふわふわだよこれ。結構うまい。れいちゃんの目が開いた。れいちゃんって本当にね分かりやすいと思う。お砂糖をね食べるとれいちゃん元気で、本当にね眠い時はもう静かになるし、疲れた時は黙るし、もうぼーっとしてるけど、何かテンションが上がることがあるとうーんってなる。ちょっとねこれベーコンのいただきます。うん、ベーコンうまい。美味しいよね。最高。最高。今日一番面白かったアトラクションみんなで行っていこう。うん、はい。まずナスちゃんから。マミ。はい。トカイ、トカイくん。僕最後がいい。はい。オッケー。ね、じゃあ、あさこさん。シンソンズがすごいマミーの子って。めっちゃだってあさこさん、キューッて。いやー隣の子供びっくり。れいちゃんはジュラシックパーク、うんうんうん、のあの水族館の中、あ、最初ね、そうテレビで見てたからすごいってなった。新しくなったもんね、あれね、うん、そうそうそう、日本全然違うもんね。うん、感動した。うん、ママはやっぱりスタジオツアー、それはいいですか。スタジオツアーはやっぱりあそこでしか味わえないやつじゃないですか。こう撮影してる生のやつを見れるっていう、やっぱり女優みたいな発言をしますけども、ちょお勉強させていただきましたみたいな感じの、今日もなんか撮影してるんですね、なんか、うん、日光江戸村みたいな感じのレベル、私たちからするとちょっとレベルの違いを突きつけられるっていう現実を見ました。はい、最後にトバイ君。僕は、はい、ハリーポッター。意外。 USJ でも結構乗ってたもんね、ハリーポッター2回3回ね。トランスフォーマーやった。どういうこと。トランスフォーマー、トランスフォーマー、そうだよね、そうだよね、トランスフォーマー好き。トランスフォーマー存在忘れてた。うんうん、だけどトカエくんが一番リアクション良かったのはワイルドスピードの、そうだよ、そう、あれがね、スタジオツアー中のこのアトラクション、こうバスがこう動くみたいなのが、その反応をするトカエくんが一番可愛かった。幸せだよママ、それを見えて。ずっと手振ってたもんね。ねえ、ねえ、楽しかった？うん、よかったね。ということで皆さん VIP ツアー楽しかったです。絶対トータル考えたら安いと思う。ご飯もビュッフェのすごい大量がついて、食べ放題だよ、だって飲み放題で、ほとんど全部さ早く乗れて、で全部さスケジュール組んでもらって、ショーとかもいい席で見れたし、安いよねトータルで考えると。普通のパスとか買うの考えると、やっぱり一番楽しかったの3つある。そうそうそう。何？ 3つもあるの？何？ウォーターワールドとハリーポッターとトランスフォーマー。ウォーターワールドも忘れてたね。プラスワン、プラスワンだね。ここまでやってもらってこの値段はすごくいいと思ったから、ぜひ皆様も。でももう本当に1日勘違いする気分だった。1日勘違いする気分。リップ様おなーりー。そう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 、たまにはいいですよね、ご褒美でっていうツアーでございました。今日の動画見てくださってありがとうございました。チャンネル登録がまだありました。チャンネル登録よろしくお願いします。そしてインスタグラムとツイッターもやっておりますので、そちらの方のフォローもよろしくお願いします。そしてグッドボタンもお願いします。ナスちゃんは隣ですんごい黙々とし食べておりますので、私もちょっと食べたいと思います。ということで、さようなら、バイバイ、お疲れ様でした。バイバイ。